6月10日付でこれまで我慢してきてた対人稽古自粛を解除しますっていう話です。今日じゃないです、6月10日付。百州武道具店の動画、こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。おー、出ましたね。本日ついに令和2年6月4日全日本剣道連盟の方から対人稽古自粛のお願いの解除というのが出ました。ただね、ちょっと早とちりしないでね、解除されるのは今日じゃないからね、まだ6月10日だから今日はこの案内が出たっていうだけです。それで今日出た案内っていうのは主にみんなのね、先生向けに書かれたものだから、もうすごく細かくね、難しく書かれてます。でもみんなもやっぱりね、気になってると思うんで、どういうことが書かれているか分かりやすくお話しします。大事な話は2つありました。まず1番目は6月10日付でこれまで我慢してきてた対人稽古自粛を解除しますっていう話です。今日じゃないです、6月10日付だけど、今までと同じように稽古ができるわけじゃないんです。そこで2つ目、稽古を再開するにあたってこうやってくださいっていうガイドラインを作ったので、まだね、10日まで日にちあるじゃない、だから今のうちに準備してそのガイドラインに沿って再開してくださいねっていうことなんです。だから勝手にやっちゃダメよ、このガイドラインに沿ってこれから先生が考えてくれるから、これで一緒にみんなでやろうねっていう話でした。これからみんなの先生が今日出たね、このガイドラインに沿ってみんなができるだけ安全に稽古を再開できるよう、いろんなことを細かく決めてくれたり準備したりしてくれます。例えばどういうことかというと、こんな感じです。例えばね、みんな稽古を2ヶ月間も休んでたから、まあ、6月の間ぐらいは徐々に体を慣らすような稽古内容を考えてくれます。面をつける時間なんかも短くしてくれると思います。次は、特に小学生や中学生、高校生、学生さんですよね、がいるところの道場は、学校や地域の決め事に従って稽古を始めますってことなんです。これどういうことかというとね、地域によってはまだコロナがうまく収まってなくて、学校で体育やったりダメだよ、まだだよって言ってるとこがあるんですよ。その場合に学校が体育ダメとか言ってんのに、剣道だけやっていいよ、どんどんやれって言ったら、おかしいでしょ、おかしいよね。だからその場合は地域の決め事をまず守ってから再開しますってことです。次は、稽古の前に熱を測りましょう。あ、これはわかるよね。体調が良くない人や、熱、咳、喉が痛い人は稽古をやめときましょう。これも大丈夫だよね。特にね、60歳以上の年配の人はコロナにかかったら大変なので、今すぐできれば再開しないでねと、7月からでもいいじゃないというようなことが書かれています。また、手洗い、うがい、道場もきれいに掃除や除菌をしましょうっていうことを、これからみんなの先生が決めてくれるからね。それで稽古の内容もこれまでとはちょっと変わります。これまでと同じようにはできないです。例えばできるだけ向かい合わないようにして素振りをしてみたりとか、横に並ぶ時にはね、2メートル以上広いとかいいよね、できるだけ開けて稽古するとかです。それでここからちょっと大きい話になるんだけど、まあ、稽古した時にね、唾が相手に飛ばないように、新しく、これみんな聞いたことないと思うの、面マスクっていうのを手拭いで自分で作って、でさらにこの面のカバーね、こう売ってるやつね、これをつけて、両方つけて、できれば両方つけて稽古を始めましょうっていうことです。その面マスクって何って思うかもしれないんだけど、動画の後で作り方やりますね。ちょっと聞き慣れない面マスクっていうのと、このシールド、この口元につけるやつ、これ僕はね、なんとなくイメージだと、このシールドだけあれば稽古再開できるのかな、そういう流れなのかなと思ったら、そうじゃないらしいんですよ。これだけだと効果が足りなかったらしいんです。7割ぐらいだったらしいんですよね。これ全県連からまた追加の動画が今度出てるんで、それよかったら見てください。検証したらこれだけじゃダメだったと。この面マスクっていう手拭いで自分で作ったマスクと、これと両方つけたら95% 飛沫が抑えられたらしいんです。それで注意点としては、この面マスクっていうのはこれから作るんだけど、医療用のマスク、そういうのは密着度が高すぎて息ができなくなるので、呼吸困難になるので使わないでねっていうことです。それでまあこういうふうに書かれてます。面マスクをつけると確かに息苦しくなるので熱中症になるのがいけませんと。だから先生が稽古の時間を短くしたり、稽古の途中で水分補給をする回数を増やしたり、
工夫をしてくれます。あとちょっと細かいところで言うと、空気中にその菌が飛んでるといけないから、稽古中は窓を開けておきますとか、道場が狭い場合には見学する人とか保護者の人は道場の外で待ってもらうとか、発声声もちょっと抑えていいとか、つばぜり合いはできるだけやらないとか書かれてます。でもうちょっとだけあるんだけど、稽古時間も1時間程度にしておきます。そして最後に出稽古、他の団体に稽古に行ったりってするのは禁止です。面マスクの作り方は簡単です。まずは手ぬぐいを2つ折りにします。ちょうど真ん中でね、2つ折りにします。これ一例って書いてますんで、これは今回のガイドラインで紹介されたやり方です。そしてここに紐をつけたいんですけど、この紐はもう使い古しの手ぬぐい、何でもいいです、何でもいいです。これをちょっとこう切り目を入れてね、切り目を入れてやればもう裂けますから、裂けますからこう裂くと。そしてこれをここに縫い付けると、縫い付けるということです。なるほど、これで完成か。これをこうして、あ、確かに呼吸はできるわ。こういう感じだね。これが面マスク。次は稽古が終わった時の話です。稽古が終わった時もちょっと工夫をしましょう。例えば稽古終わって先生にね、こう礼をして、あの指導をいただく時があるじゃない。そういう時もできれば2メートルぐらいずつ開けましょうということです。さらに面マスク、さっきの手ぬぐいで作ったマスクっていうのはビニール袋に入れて持ち帰りましょう。それと特に面とコテと、あとここにつけたシールドね、こういうのはアルコール除菌をしましょう。そしてもちろんうがい、手洗い、手の消毒やりましょうということです。で最後にね、もう本当ね、あの今回の細かいガイドラインで、まあ、現場の先生とかすごく大変だと思うんですけども、安全にみんなが稽古再開するにあたって光が見えたというかね、こういう風にやればいいんだっていうのが分かったと思います。だけどちょっとだけやっぱりね、あの疑問に思ったところもあって、全県連を批判するとかそういうことじゃなくて、単純に疑問に思ったのは、この面マスク、まあ、作るのいいです、もちろん作ります。だけどこの面マスクの解説によると、こうね、こういうふうに垂れてるんで、横と下から息が抜けるから苦しくなくて稽古できますっていう書き方だったんですけども、これ面つけたら空気抜けなくない？ただ疑問に思っただけです。以上が今日6月4日の日に全県連から発表された対人稽古自粛のお願いの解除の話になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。